はい、望月凛です。今回は海外でアイスマンと呼ばれているヴィム・ホフさんの書かれた病気にならない体の作り方を解説していきます。この本は一言で言うと、冷水シャワーを浴びることによって元気になることができることを教えてくれる本だ。冷水シャワー？つまり冷たい水を浴びれば元気になるってことだ。本当ですか？ああ、実際に著者のヴィム・ホフさんは氷の浮かぶ湖の下で泳いだり、氷の詰まった桶に1時間15分入っていたり、エベレストをショーツ1枚で走ったりしている。まさに元気満々だ。いやいや、ただの変な人じゃないですか。うん、そう思うかもしれないが、ビムさんによるとこれは呼吸法と冷水シャワーのおかげで人間の体にもともと備わっている能力を最大限に引き出した結果なのだそうだ。マジかよ。ああ、その他にも冷水を浴びることによってうつやリュウマチ、不眠、慢性疲労が治り、肌や髪がきれいになり、気分が高揚する。水を浴びるだけで？ああ、その素晴らしさからミランダカーやジャック・ドーシーなどもやっている健康法だ。日本では南雲義則医師も冷水シャワーを浴びていると公言している。そうなのか。今日の授業を受ければそんな冷水シャワーの凄さを知ることができるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目は、冷水シャワーを浴びると病気になりにくくなる、だな。さっきも言った通り、冷水シャワーを浴びる習慣を持つことによって様々な病気が治り、髪や肌が綺麗になり、健康的になる人が多い。まだ信じられないんですけど、なんでそうなるんですか？うん、冷水を浴びると体が温かくなるからだ。え？普通冷たい水を浴びるんだから寒くなるんじゃ。実際はそうはならない。なんでですか？説明してくださいよ。そうだな、例えば水風呂やプールに入ることがあるだろう。あ、はい。サウナの後は 100% 水風呂に入りますね。うん。で、お前は水風呂から出た後に凍えたり、鼻水が出て風邪をひいたり、元気がなくなったりしたか？いやー、してないですね。むしろ水風呂から出て脱衣所に来た時に体がポカポカしてますね。うん、その通りだ。実際に水風呂に入った後、しばらくして私たちの体温は上がっていく。なぜなら私たちの体の深部体温が35度以下になると死ぬ場合があるからだ。へえ。だから体温より低い温度の水風呂に浸かると脳は体温の低下を防ごうと血管を拡張し、血流を活発にすることで体温を上げようとするのだ。冷水を浴びた後に肌が真っ赤になるのはまさに血流が良くなっている証拠だな。なるほど。だから水風呂に入った後は体がポカポカするのか。そういうことだ。実際に3018人を対象にした実験で、毎朝30秒冷水シャワーを浴びると病欠で休む人の割合が 29% も減少したことが分かっている。つまり冷水シャワーを浴びると体が温まるため病気になりにくくなるということだ。次は、冷水を浴びると気分が高揚するだな。さらに冷水シャワーには気分が良くなるという大きな効果がある。これによってうつ病などにも効果抜群だ。なんで気分が良くなるんですか？うん、実はこれも水風呂と同じだ。ほら、サウナーの間では整うという言葉があるだろう。はい、気分が良くなるやつですよね。それだ。あれは主にエンドルフィンというモルヒネの6倍以上の鎮静効果と恍惚感をもたらす物質が出ているから気持ちよくなるんだ。へえ。このエンドルフィンは不快な状況から解放されると出ることが多い。不快か。ああ、例えばマラソンをすると次第に苦しさが増してくるが、それを我慢して走り続けるとある時点からエンドルフィンが出て気持ちよくなってくる。ランナーズハイという状態だな。またサウナや水風呂という苦痛に耐えているとある時点からエンドルフィンが出て気持ちよくなってくる。そして出産の時の陣痛でもエンドルフィンが出る。へえ。このようにエンドルフィンは極端な苦痛を感じた時にそれを和らげるために分泌されているのだ。なるほど。話を戻そう。冷水シャワーを浴びることは言うまでもなく苦痛だ。そうですね。そのためエンドルフィンが出る。だから冷水シャワーを浴びた後気分が高揚するのだ。これによってうつ病ですら治すことができる。すげえな。体にもいいですしね。ああ、実際に私も毎朝1分くらい水シャワーを浴びているが、かなり気分が良くなる。若者言葉で言うとぶっ飛ぶぞ。ぶっ飛ぶのか。ああ、ということで次は具体的な水シャワーを浴びる方法を説明していく。
次は冷水シャワーの前に呼吸を整えるだな。最初にも言ったが、著者は冷水シャワーと呼吸法の2つが大事だと言っている。呼吸か、すっかり忘れてました。呼吸はとても大切で、冷水シャワーと呼吸法がセットになることで大きな結果を出すことができる。では具体的な呼吸と冷水シャワーの方法を説明していく。お願いします。まず最初は温かいお風呂に入ったり温かいシャワーを浴びるのがいい。いきなり冷水シャワーはきつすぎるからな。そうですよね。ああ、温かいお風呂に浸かって、そしてゆっくり深呼吸するんだ。深呼吸？ああ、3から5秒かけてゆっくりと息を吸い、3から5秒かけてゆっくりと息を吐く。これを30回繰り返す。つまり30回深呼吸をするってことですよね。そうだ。そして30回目で息を完全に吐き切ってから息を止める。息を止めるのか。ああ、そして息を吸わずにいられなくなったら呼吸を再開する。まずはこの呼吸法をマスターするんだ。これはどういう意味があるんですか？うん、まず深く呼吸をすることで細胞に酸素を行き渡らせる効果がある。そして息を吐いて止めることで体をリラックスさせる。まあこれは冷水シャワーに入る前の下準備だと思ってくれ。わかりました。次は呼吸を止めずに冷水シャワーを浴びるだな。さて、深呼吸を30回やったらついに冷水シャワーを浴びていく。はい。この時いきなり冷たい水にするのではなく、徐々に水の温度を下げていくといいだろう。冷たそう。そして冷水シャワーを頭の上から浴びたり体にかけたりしていく。するとほとんどの人の呼吸が乱れるはずだ。誰だって冷たい水を浴びせられたら呼吸が早くなったり、もしくは息を止めてしまったりするからな。そうですよね。しかしそれだと逆効果だ。ここで大事なのは冷水シャワーを浴びながらいつも通りの呼吸を保つことだ。いつも通りですね。わかりました。ああ、何度も言うが決して息を止めないこと。深呼吸もしなくていい。普通に呼吸、とにかく普段通りだ。そしてまず最初は30秒から1分くらい浴び続けるといいだろう。そして徐々に長さを伸ばして2分、3分、最終的には5分間は冷水シャワーを浴びるといい。5分？死にますって。うん、人間は冷水シャワーを毎日浴び続けるとその冷たさに慣れていくんだ。ある意味北海道の人みたいに寒さに強くなるみたいなイメージだな。へえ。これを朝と夜に行うといいだろう。次は冷水シャワーの後は気持ちが高揚するだな。おそらく最初は冷水シャワーを全身に浴びるのがかなり辛いはずだ。そもそも何のためにこんな苦行をしているのだろうかと思う人もいるだろう。だが水シャワーを終えてタオルで顔や髪を拭いている時にすでに覚醒状態になるのを感じることができるはずだ。覚醒状態って？エンドルフィンが出て気分が良くなるんだ。ストレスが吹っ飛び体がポカポカする。髪も肌も乾燥しない。おまけに自律神経の乱れが整うことでその夜はぐっすりと眠れるようになるはずだ。いいことずくめですね。ああ、著者によると初めは辛いと感じるのは至って自然なことだという。それは体が慣れない環境に拒否反応を示しているからだ。それでも彼は辛抱することをおすすめしている。わかりました。ここまでがやるべきことだ。実際に今日からでもやってみるといい。ただし妊婦さんはやらない方がいいぞ。あえて負担をかけるのが冷水シャワーだからな。最後は早すぎる呼吸が病気を引き起こすだな。さて最後に呼吸についても深く触れておこう。実は呼吸はゆっくり呼吸をすることが大事だ。ゆっくりか。そうだ。そもそもだが呼吸の数はそのまま疲れやすさに影響してくる。例えば慢性疲労症候群の人は呼吸が早すぎて心拍数が1分間に70以上あることが多い。またイライラすることやストレスがたまると基本的に人の呼吸は荒く早くなる。それはわかりますね。うん、常に呼吸の数が多いためあらゆる健康上の問題を引き起こしやすいのだ。そこでできるだけ早くなっている呼吸を整える必要があるわけだ。はい。これは風呂場だけでなく朝起きた時とか夜寝る時に気が向いたら行ってほしい。まずは鼻から大きく息を吸う。そして鼻から大きく息を吐く。最も気持ちよく感じる速度とリズムで呼吸を30回繰り返す。そして30回目で大きく息を吐いてから息を止める。また止めるのか。ああ、そして吸わずにいられなくなったらまた呼吸を再開する。
これを2分間繰り返すだけだ。お風呂場のやつと同じですね。そうだ。ちなみに息を止めていられる時間が長ければ長いほどいい。これをすると早い呼吸の癖を直し、体が温かくなり集中力が増すのだ。ビムホフさんが氷の浮かぶ湖の下で泳いだり、氷の詰まった桶に1時間15分入っていたり、エベレストをショーツ1枚で走ったりできるのは、これらの呼吸法で体温を自分で調節することができるからなんだ。そういうことなのか。まとめだな。冷水を浴びると元気になる。冷水を浴びると反発して体が温かくなる。冷水を浴びるとエンドルフィンが出ることで気分が高揚する。冷水シャワーの前に必ず深呼吸をする。呼吸を止めずに冷水シャワーを1分浴び続ける。冷水シャワーの後は気持ちが高揚する。早すぎる呼吸が病気を引き起こす。毎日2分間ゆっくりと呼吸をする。だな。やってみようかな。とりあえず今日水シャワーをやってみればいい。ぶっ飛ぶぞ。ちょっと怖いな。大丈夫だ。ただの冷水を浴びるだけだからな。別に体にダメージがあるわけじゃない。むしろ体にいいことばかりだ。1ヶ月ぐらい続けると慣れてきてやらないと気持ち悪くなるぞ。それでは今日の授業は終わりだな。ありがとうございました。